実に尊い。え、なんか後ろ、え、何これ、二人の素晴らしいだ、だ、素晴らしいだ、だ、だ、パフォーマンス、フォローしてる、そんな素晴らしき、はい、尊き二人が今から1億円をかけたデスゲームをするとしたら、え、殺せばいいの、殺し合いをしてもらいました。オッケー。え、待って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 、森なんかそこに立ってよ、ちょっと待って待って、てぇてぇって言われてたじゃん、ねえ、あー、食いしばれよ、待って、いや、いや、どうしよう、捨て、逃げないと、逃げないと、はなちゃん、え、はなちゃん、あーちぃー、あー、森なかマイナス1億、なにこれ、ねえ、誕生日の人、私、え、逆に1億円くれるとかじゃないの、いやいや、素晴らしいライブでしたね、ちょ、待って、こいつ、こいつ何なんだよ、ね、ちょっと、チーム、ねえ、ちょっと、キルリーダーとか言われてるけど、ね、違うよ、もう、何なんだよ、お前は、え、なに、こう裏行けばいる、誰だと思います、裏行けばいる、いる、あー、入れない、お客様は困ります、あ、ダメダメ、そういうのはダメ、モニターの中は困ります、 あ、そういうことね、わかった、え、待って、え、待って、こっちの世界に、待って、ね、みんな、二人ともいなくなったんだけど、ね、どこにいるの、あれ、あ、いた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 、何してんの、自由かよ、ね、自由すぎない、ちょっと喉かいて、次のゲストの人めっちゃ薄れちゃったんだけど、あの、どうやって出ればいいんですか、ベル多分それ超えてるっしょ、なんだ、なんだお前ら、なんだお前ら、何こいつら、な、何こいつらな、何をやってんのこの人たちは、な、なんだこいつら、怖いんだけど、な、な、何この人たちこの人たちは何の目的のためにここにいたの、目的も何も言わずにここに集まったのがとても怖いんだけど、配信外で何をしに来たの、何、俺が馬に乗るの待ってんの、チャットしろお前らチャットしろマジで、ライバーだろ乗ったけどな、何この人たちは、これは何、何これはお前ら何のために集まったの今、教えろマジで何しに来たんだ、配信に映りに来ただけか、素人かお前ら何も考えずにここに来たのか本当に何も考えずにここに来たのか、誰も何も答えねえぞ、カメラに映りたい人たちなの、やべ、ダメだ、わかったわかったわかった、ノープランだ、集合集合、お前ら集合集合、いいか、あ、集合は聞こえるのお前ら、集合聞こえんのにお前ら今まで俺に何の目的も説明してくれてなかったの何なんだ、何なの、あ、これ探してるな、お昼ご飯食っとる、あ、銀行行ってるえ、お昼ご飯食べて、こっけなんです、うわ寝てる、あ、寝てるわ、寝てる、結構寝てるな、結構寝てる、約5時間ぐらい寝てます、恋人、次のコーナー行きますか、行きましょうか、うん、はい、お便り行きます、はい、お便りをね、昨日の夜遅くに募集したけれども結構な量をね送っていただきましたんで、はい、はい、ね、ご飯もつまみながらちょっとずつ読んでいきたいと思います、はいはい、はい、ご飯運び係、やっぴー、マネージャーがくれた、 ありがとうございます、やっぴー、ね、これ何ですか、飯は、焼き鳥、焼き鳥だー、座っていい座っちゃう、え、ほらチーズ食べた、開けて、ありがとう、ね、うちのマネージャー優しいんだよね、はい、みんな知ってほしい、うちのマネージャーの優しさをまあうちの元マネージャーだよ、ありがとう、そんなこと言ったら、え、でも我らはもともとマネージャーだよ、何元彼みたいな言い方やめて
戻ってきたからわらわのところに。嘘。でも今のマネージャーめちゃくちゃいいけどね。お便りを読むんだよ。じゃあもう一度ルールをおさらいしておきましょう。はい。東京でまあだいたい6時50分ぐらいに、日の出が見れると思われるという予測が立っておりますが、その日の出に向けて起きます。でも早く起きすぎてもダメだし、うんうん、遅く起きすぎてもダメ。一番日の出に近い時間に起きた人が勝ちです。うん。ございます。遅いです。遅いです。もう火上がってます。マジでもう起きなきゃよかった。よしって気合い入れて出てきたの僕だけじゃねえか。そんなに朝早く気合い入れてどうしちゃったの？やっぱ1月1日だから。配信だからだよ。ああ、配信者だ。この人。はい、じゃあ、やることやったんで。失礼しますって何？あれ？お疲れさん？お疲れさん？電動歯ブラシの音だ。多分。歯磨きしてるから無理。うん。これ今日さ多分起きる気ないな。前日のホテルでフラッグかけてなかったので、ホテル帰ったらフラッグかこうと思って、でフラッグかく時間になったからフラッグかけに行ったんですよ夜。パーッつって、でなんてかこうかなーって思いながら部屋入ったら、そこにベルさんがいて、おお今度、あどうもこんにちは、こんばんは、ベルさんどうもーっつって、あベルさん今時間ですかっつって、あそうなんだよ、なんてかこうかなーって、他の人こんな感じですねーで結構隙間空いてますねーって言ってたら、そこにピンポーンって、まあ、ピンポーンってか、まあ、その階にエレベーター止まって、おどれか来たかも、帰ってきたかなって思って、やばーってなんかトコトコトコって歩き、なんか声高い男の子みたいな声、男の子の声、はい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 ってのと、私も何度も聞いたことのある オレンジ髪の背の高い男の声が聞こえてきて、おあれもしかしてこの声はって、ちょっとこうホテル の部屋からパッて顔出したら、案の定ガックンで、あ、神田くん、お疲れ様ですみたいな、お疲れです、あ、ガックン、お疲れ様って言ってたら、その横に、あの、黒髪のちっちゃい男の子立ってて、はじめましてみたいな、はじめまして、真白です、お、真白さんはじめましてつって、ガックンと真白さんが来て、でそこでちょっとお話をして、そしたらそこにちょうど、オリバーさんも帰ってきて、なんか私たちその部屋の中でなんかワイ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 喋ってたら、そこにオリバーさんが顔を出して、お疲れ様ですー、お疲れーみたいな、でみんなでワイ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 しながら、そしたら突然あの真白さんが、あのお弁当もらってきた、お弁当食べ始めて、僕今日ここに泊まりますとか言い始めて、真白さん突然、その真白さんは2日目なかったからもう今日帰るだけの人だったんですけども、なんか寂しい、一人で帰るの寂しいから僕今日ここに泊まりますとか言い始めて、突然ご飯食べ始める、突然ご飯食べ始めて、そしたらなんかガックもなんか、あじゃあ俺も食べようかなみたいな言い始め、そしたらベルさんもなんか、おじゃあ俺もウエント持ってこようかなみたいな、じゃあオリバーさんも、えじゃあ僕も持ってこようみたいな、俺も持ってこようみたいなこと言い始めて、みんなでワイ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 、なんかそれぞれお弁当持ち寄って、飲み物持ってきて、お菓子持ち寄って、なぜかその部屋、狭い部屋の中に5人の男たちがみっちり詰まりながらご飯食べ始めて、自由に突然わちゃ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 し始め、もう真白さんの自由っぷりすごかったよ。真白さんはマジで自由人だった。突然その部屋の中に、ホテルなんでね、一応部屋の一室なのでテレビあるんですけども、テレビピッてつけたらなんか、あれこれなんかネットフリックス見れるみたいとか言って、ネットフリックスのボタンピッて押して、自分のネットフリックスのアカウントでログインし始めて、みんなで、この前、サイバーパンクのアニメ見たけど、みんな面白かったんだよ、面白かったからみんなで見ようって始めて、突然、そのサイバーパンクエッジランナーズの動画流し始めながらご飯食べて。もう、こいつどんだけ自由なんだよっていう。みんなでご飯食べながらサイバーパンク見てました。